ちょ、おい驚かせんだよお前。お前ね、お前心臓悪いの知ってんだろ。お前アメーバーかよ、本当によ。お前どっから湧いてきたんだよ、お前は。アメーバーだ、アメーバー。全然音立てなかったもんだからさ、お前もうね、鉄器あのように言ってるかと思ってたよ。一応逃げては来たんだけどさ、未だに追われちゃってんだよね。お前未だにってお前こんなとこでお前のんびりしていいのかよ。ねえ、おっちゃんに会えるのもこれが最後かもしれないし。最後？最後ってお前命狙われてんだ。言っとくけど金ならねえぞ。え？
だったら1ヶ月ぐらい前に引っ越しされましたよ。どこに？大家さんなら知ってると思うんですけど、でも今ハワイに行ってるから来週には戻ってくると思うんですけど。来週まで待てないんですよ。他に誰か彼女の知り合いとかいないんですか？大家さん以外では。大家さん以外って？俺大家さんがハワイから帰ってくるまで待てないんですよ。私にそんなこと言われても。だから他に当てないんですか？でも。そうじゃなくてさ、大家さん大家さんってさっきからさ、不動産屋とかなんか他に当てあるでしょ。大家さんが不動産も兼ねてるんですね。不動産も兼ねてるってなんか当てないの？隣住んでたんじゃん。それは何も知らないの？じゃあ彼女の両親に聞けばいいじゃない。彼女一人になる。知らないよ。そのもう帰ってよ。なんか頭おかしいんじゃないの？臭いのよ。なんかあんたいつお風呂入ったの？帰ってよ。隣に誰か彼女どこ行っちゃったんですか？知らないっての。結構じゃん。もう警察呼ぶからね。俺でこれからは全て更生して真面目に生きようって考え直してんだよ。今回は本当なんだよ。もう疲れた。もう疲れた。何度も確かに。確かにさ、今までのことっていうのは俺も嘘もあったし、やってきたことは本当いい加減だった。お前との関係だってさ、真面目に付き合えばどうしてそういうこと言う人がお金を貸してくれって言うわけ？そういう気持ちがあるんだったら。だからそれはお前にしか頼めないから言ってんだろ。それは私にしか頼めないって甘えがあるんでしょ、あなたの中に。もう私は甘えられるのは嫌なの。もううんざりなの。お前しかいないんだって。頼むよ。ああ、これ以上疲れさせないで。だからそれで死ぬならあなたでしょ。それはあなたの運命。させんの？ね、んなみんなさ、死んでるんじゃないかって心配してたんだよ。どうしたのよ。なんかあったの？かなりやばいんじゃない？やばいって何が？金絡み。またお金？どれくらいやばいの？相当やばい。いい人紹介してあげるよ。ねえ、その人だったら何とかしてくれる。行こう。ねえ、飲みに行ってさ、その人待ってようよ。大丈夫だよ。え？ゆき。ゆき、久しぶりじゃん。急に呼び出したって。全然問題ない。あ、こちら電通の吉田さん。どうも、はじめまして。吉田です。よろしく、吉田さん。高倉電通。でね、あの彼今一緒に仕事やってる山田君。どうも、始めます。高倉です。よろしくお願いします。そうそう、今日プレゼント。やだ、嬉しい。こういうって感じ。本当ありがとう、うん、開けていい？あ、ちょっとここじゃまずいから、お手洗い行ってくる。あ、OK。 あんしてるよ。
Thank you. そりゃそうと、こんなところ、のこのこと、出会わせていいの？噂聞いたよ。なんでも、あなたの国に賞金がかかってるみたいだね。別に他に隠れようとしゃべるわけじゃないですか。知ってたの？大した度胸だね。でも、かなりの額のお金を必要としてるんだよね。はい、負けに時間もないし、死んだもともないですよ。死ぬ覚悟はあるのかい？まあ、一応覚悟はそれなりに。死ぬの怖くないの？そりゃ、怖いっすよ。そうそう、唐突なんだけど、あんた自分の腎臓なんか売ってみようっていう気持ちってある？いや、知り合いにね、そういった類のものを売ってる業者がいるんだけど、もしあんたさえそれなりの覚悟があれば紹介することはできるよ。吉田さんがくれたプレゼント、すっごいピュアなんだよ。健ちゃんもやろうよ。なに言ってんのよ、健ちゃん。よし、行きます。遠慮なんてないよ。
みません、タバコ1本いただいてもよろしいですか。ね、これで出るわ。すみません。神社にいらっしゃいましたけど、え、見てたんですか。なんか一生懸命なんかお祈りしてる姿を見ちゃって、同じような境遇の人なのかなって思っちゃって。それじゃない、ついてきたの。いや、それ別にそれ悪気あってついてきたわけじゃないですけど。何なのかな。何お祈りしたんですか。関係ないでしょ。忙しいのよ、もう。忙しいって言ったって、今日平日の昼間に何やってんですか。いやいや、忙しいの、本当に。この神社でも回られるんですか、それから。忙しいんだよ。だからどちらへ行くんですか。うん、関係ないでしょ。こっち行っても何もないですよ。ついてくんだよ、もう。ないでしょ、これから。あるよ、忙しいんだよ。仕事はこれからあるよ。そんなとこ行って、仕事なんてやってないでしょ。あるんだって、忙しいんだよ。仕事やってるふりでしょ。ちょっと独特な。ついてくんなよ。え、何やってんだよ、本当に。痛い目に遭うぞ、ほら。どんなことやってたら、お前持ってんだろうな、お前。ついてくんなよ、今日。ほら、別にいいじゃないですか。すごいな、お前。ふっとくべよ、お前、ね、関係ねえだろうが。え、何なんだ、いつまでついてきやって。どういうことなんだよ、お前。何なんだよ、俺。言ってみろよ、お前。何かあんのかよ、俺ら。え、何なんだよ、お前は。何なんだよ、俺ら。2つあるうちの1つと、それから、まあ、できればこの肝臓という臓器なんですけど、こちらの一部、3分の1ぐらいをいただければと思ってるんですけれどもね、まあ、あとはできればですね、はい、完全にあなたの要求を満たす額を用意するというのは、はい、あともう1つはですね、最近、はい、目の一部とかがね、なかなか手に入りづらいというか。え、ちょっと待ってよ。これとこれだけじゃダメなんですか。まあ腎臓と一緒ですよ。2つあるものの1個は、まあ、なくなってもね。でも見た目とかってどうなんですか。見た目はまあちょっと、まあ、ギガンみたいにはなりませんけどもね。できればまあ丸々もらえればいいんですけども、表層だけもらうとか、まあ、最悪ギガンを入れていただくとか、眼帯、サングラスとか、まあそういうのでも日常生活はね、支障ないと思いますよ。まあ返事は今日じゃなくても結構ですから、まああなたの事情もあるでしょうけれども、今日一日ぐらい考えていただいて、また連絡していただければと思いますけれども、連絡先は
この間やつで構いませんので、じゃあそういう形でいいですかね。どうもありがとうございました。失礼します。はい、前みたいなやつのためにへそくり貯めてると思ったら本当にあんなっちまうぜ。この号は一生忘れません。聞いたような口聞くんじゃねえよ。はい、数えたのは先々月だからはっきりわからないんだけどよ、30万ぐらい入ってると思うんだ。俺の気が変わる前に持ってけよ。あ、ちょっと待った。ところでお前まだ由美ちゃんと付き合ってんのか。いや。そっか。いや、この間彼女から電話あったよ。なんかすっげえ落ち込んでんだよ。だからちょっと酒でも飲みに行こうかななんて誘ってみたんだけどさ、今度だったらちょっと打ち明けてみようかななんて思ってんだけど、いいよな。何よ。だからさ、知ってるだろ、俺が前から由美ちゃんに惚れてたってこと。え、ええじゃねえだろ。ええじゃ、知らなかったってのかよ。でもまあ、お前にはもう関係ない話かもな。消えろよ、金持って。なんだよ、まだなんかあんのかよ。ユミのことなんだけどさ、あいつ今どこ住んでんのかな。お前ね、全く呆れるよ、本当に。彼女お前のことずっと待ってたんだぞ。ここまで行ってもまだわかんねえのかよ。お前のアパートだよ、どんくら。
仕事でね、あんたに身を隠されちゃ困るんだよね。あんた代理店に勤めてんじゃねえのかよ。まあ似たような職業だけどね。冗談言うのは笑える冗談に笑えませんか。爆笑もんだと思いますけどね。言わなくても分かるでしょう。ところであんた、そんな下金をせこせこ集めててもいいの？期限はあさってまでなんですよ。まあ私には関係のないことかもしれませんけどね。期限が切れる私にはあなたを始末する権限が与えられるだけのこと、それだけですね。正直疲れたでしょう。ここで大きくドーンと借金を返せば、あんたは晴れて自由の身なんだよ。私みたいなように一生つきまとわらなくていいんだよ。何やってんの？興味ある？リスクは大きいけどね。とっておきの案があるんだ。でさ、はい、箱堂お願いします。箱堂、はい、はい、あのグリーンタービルの、そうですそうです、あの田町にある札の辻の方から、はい、札の辻の方から行っちゃう、うん、あの山の端の方から、そうですね、はい、そっちから早いですよね。そうですね、ちょっと混んでますけどね。いやさ、私がさ昔世話だった人の娘さんっていうのは今結構いい関係でさ、この間美味しい話もらったんだよ。その親父っていうのは今ハワイに会いたいって言ってて、息子っていうのは語学留学ということでロスに行ってんだけど、彼女の家っていうのはもぬけの殻状態なんだよ。で、その美味しい話っていうの、その子ん家の1階の書斎にあるでっかい金庫あるんだけど、それをそっくりそのまま持ち出してほしいって言うんだよ。そうそう、飽きそうと自分で掘ればいいし。それがさ、その子の親父っていうのはかなり用心深い男でさ、家中に隠しカメラ設置してるの、隠しカメラ。でその隠しカメラのありかっていうのは、その娘さんには全く知らされてないんだよ。だから君に空き巣を装ってもらって、その金庫をごっそり持ってきてもらいたいんだよね。ごっそり、まあ分け前は3等分。いい話でしょ。かなりの金額が入ってる、その金庫の中には。どうしたんですか？怖いんですか？うますぎない、そんな話。セットアップはバッチリなんだから。本当に彼女しかいないの？もちろん確認済み。何せその親父っていうのは愛人にベタボレで、バーセの時なんてさ、ビルをマンションをビルごと買い与えてんだよ。ビルごと。だから今頃はハワイで愛人と一緒に十分楽しんでますよ。あ、どうもやった、ご無沙汰してます。なんだよお前、久しぶりじゃん。お久しぶりだ、ほんと。何、突然どうしたの？いや、ちょっと、おやさんの娘さんに渡すもんがあったんだよ。何渡すの？いや、なんていうのもんだよ、ね、久しぶりだね、だけどね。どこ行ってたの？いろいろ、やんなきゃいけないことがあるんだよ。いや、ほんとにお前、噂だけ聞いてんだけど、どこ行ってんだかわかんないしさ。ち
っかりやってんのかな。とりあえず、まあなんか、なんとか取るんですけど。何の用なんだよ。いや、おやさん、ハワイに行ってるって聞いたんですけど。あ、俺がいないときお前、娘に会いに来るのかよ。いや、そういうわけじゃないですけど。ちょっと、用事があったんで。寒いな、だけど、ここな。中入るか。ドラ息子の方は、そのドラ息子っていうのがさ、またろくでもないやつで、ロスに語学留学という名目で行ってんだけど、毎日遊びほうけて、今頃はまだ何言ってますよ。保証します。一階の書斎だな。たんだったらたまにはお前三人で話すぜ。そっす。なんかおかしいな。お前なんか企んでねえかわがやろう。なんだお前。おい。え？
え、ちょっと元気だけど、ちょっと待って、立てる？立てねえ。ちょっと待って待って。何？手が血だらけだ。手？手？腹？ちょっと大丈夫？救急車今呼ぶから何笑ってんの？死んじゃってんだ。死んでないでしょ、何言ってんの？死んじゃってんだ。死んでない。ああ、救急車呼ぶから。脈測ってみよう。何、死んでないから。脈測ってみよう。やばいよ、痛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 いよ、なんで、なんで、なんで心臓止まってんの？だから言ってんだ。なんで？死んじゃってんだ。死んでるわけないでしょ。Thank you.
ねえ。ねえ。
だってさあ、まあ人こうやって苦しんでるのにお前何思ってんだよ大丈夫？水喉渇いた水死ぬってどんな感じ？で、それだけ？サミ、冷たい。寒い。あったかった？Read it if you can or care to. Another sordid crime. The dawn will be forgotten with the passage of a little time. And if I could spare you from the truth or the lies, I'd paint the scene of love into the iris of your eyes. Till there's nowhere left to go. And if I could spare you from the horror or the lies, I'd paint to see and allow it to the iris of your eyes. Read it if you can or care to. Another sordid crime, but all will be forgotten with the passage of a little time, time, time.
か、ちょっと何やってんの。ちょっと何やってんの。ああちょっとどこ行くの。何やってんの。もうよくこんな状況でそうやって平然と入れるね。平然となんてしてないでしょ。十分してるよ。どうしたらいいか分かんないんだよ私だって。人間なのかよ。マネキンじゃねえんだからよ。勘弁してくれよ。わがままばっか言わないでよ。何がわがままなんだよ。こっちの気持ちだって考えてよ。お前の気持ちなんてわかるかっつうのよ。どうすりゃいいんだよ俺。どうすりゃいいんだよ。そうやって自分のことばっか考えないでよ。あ？自分のことばっかりさっきからベラ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 。今までどこ行ってたの。私は何やってたと思ってんの。関係ねえだろお前には。自分のことばっかり考えちゃう。関係ねえだろお前は。なんで関係ないの。お前こそ何やってんだよ。私は待ってたの一人で。いつ帰ってくるかも分かんないのに。就活つんだよお前の気持ちなんか。お前俺の気持ちの方がよ。どっちが苦しいんだよ。そんなの分かんないよ。どうすりゃいいんだよ。なんでこんなになっちゃってんだよ。何やってんの？そんなとこで。ん？気持ちいいなと思ってさ。寒くないの？全然。さっきまで言ってたじゃん。寒いだ、痛いだ。大丈夫。寒いんだから閉めればいいのに。手洗えば汚いよ。手なんてどうっていいよ。臭いよ。お前からだよね。
帰り。どこ行ってたの？まだそうなんですか？ちょっとした知り合いでね。何やってんですか、こんなところで。お前帰ってくるの待ってたの。どこ行った？何が？彼氏はどこ行ったの？知らないですよ。とぼけんな。どこ行ったんだ？知ってんだろ？知ってんだぞ。お前が知ってることは。死に耐えるかも、このまま。なあ。死に耐えるか。一緒になれんな。言えよ、早く。死にたいのか？言え。Thank you.